はですね、オリエンタルランドから来ました。えー、と株主総会ですね。はい、で、これ、上げちゃうと、これ、この書いてあると、株主優待券が入ってるんですけど、あの、ダメなんですよ、上げちゃうと。はい。中身見れないんですけど、はい。こう開封しちゃうと、えっ、ー、と、価値がね、下がっちゃうんですね。はい。ね、えー、っと、しかもこの中から、えー、っとね、 開けてしまうと、議決権行使ができて、で、もしかしたら JCB のギフト券3000が当たるかもしれないというね、そういうところもあるんですけど、まあ、それは、こらえて、開けないでおくということですね。はい、開けてしまうと、株主優待券の価値が下がっちゃうんですね。開けるんであれば、そう、えーとね、チケット屋さんのとこ行って、目の前で開けると。で、もう売ることを確定して、えー、開けるということが、あの、そのあのー、なんだ、優待券 を高く売ることができるというね、えー、ことがあるんで、これはちょっと今回は開けません。はい。オレンタルランドの株主総会という体験のご案内でした。以上です。